近年、企業とそのサプライチェーンを狙ったサイバー攻撃の事例が増加しています。対策が強固な大企業を直接狙うのではなく、ネットワークでつながったサプライチェーン上にある企業の脆弱性をついて、そこからシステムへの侵入を図るのです。国内においても、大手製造業のサプライヤーがランサムウェアというサイバー攻撃の被害に遭い、この攻撃によって一連の製造ラインが終日停止し、数千台の生産に影響が出ました。こうした被害を防ぐためには、自社だけではなく、サプライチェーン全体でのセキュリティ向上に取り組むことが必要です。取り組みのためのポイントは、脆弱な箇所の把握、共同体制の構築、緊急時への事前の備えの3つです。これらの3つのポイントを抑えるために、経営層がすべき対応を事例を交えてそれぞれ確認していきましょう。ポイント1、脆弱な箇所の把握。脆弱な箇所を把握するには、サプライチェーン全体の地図を描き、常に最新の状態を正しく把握しておくことが重要です。しかし、巨大化したサプライチェーンのどこに脆弱性があるのか把握するのは困難です。効率的に把握するには、具体的にどうしたらよいのでしょうか。一例をご紹介します。ある金融機関では、サプライチェーンのすべてを把握しようとするのではなく、まずは事業との関連性が高い企業から優先的にリスクの大きさを評価することで、脆弱性の評価を効率的に進めました。事業との関連性の測定は、事業運営における関連度や取り扱う情報の機密性から、リスクの大きさは、それぞれの企業のサイバーセキュリティの対策状況や過去に発生したインシデントへの対応実績から測定しました。サプライチェーン全体を把握するのに1年を要しましたが、その間も特に評価を優先すべき企業から順番に対応していくことができました。また、このような取り組みを実行するには、リスク評価手法の策定が必要になりますが、専門性が求められるため、内部での策定が難しい場合があります。そういった場合は、外部人材の招聘や高い専門性を有するサービスの活用などを検討することも一案です。サイバーリスクにおいては、ここは絶対に大丈夫ということはありません。すべての関係会社や委託先で事故が起こりうる前提で、事例のように効率的にリスクを把握することが、リスクが顕在化した際の被害を抑制するために重要です。そのためにも、経営層は自社に最適なリスク評価の枠組みを検討し、それを効率的に整備することが求められます。ポイント2、共同体制の構築。親会社の都合で一方的に高度なセキュリティ対策を要求するのではなく、子会社の事業リスクや委託先の業務リスクに応じた対応策を一緒に検討し構築することが、親会社としての務めです。サイバーセキュリティ対策において、サプライヤーと連携していく上で、対策への温度差が生じてしまう場合があります。まずはその原因を探ることが重要です。多くの場合、企業は対策そのものには前向きですが、人員や資金などのリソースが不足していることで、本腰を入れて取り組むことができないといった事情を抱えています。そうした理由を理解し、対策を支援することが時に必要です。しかし、子会社へ対策支援をする場合、直接的な資金援助は法律上の制限があることもありますので、支援の方法には注意が必要です。ある製造業の企業では、サイバーセキュリティ対策についての経営会議において、サプライヤーの一社が資金面の課題で対策強化に遅れている状況であることが分かりました。そこで、公的な補助金・助成金制度の紹介や、それらの制度を通じて利用可能な外部のサイバーセキュリティ対策支援サービスの利用を促したことで、
そのサプライヤー企業の対策強化を間接的に支援しました。一例として、日本では IT 導入補助金が使用できる包括的なセキュリティサービスとして、IPA のサイバーセキュリティお助け隊サービスがあります。一方、企業の中には対策そのものに後ろ向きである場合もあります。その場合には、どのように共同体制を構築すべきでしょうか。あるインターネットサービス会社では、子会社や委託先とのサイバーセキュリティ対策への温度感に差異がありました。その中で対策を実施してもらうために、契約更新時に特定のサイバーリスクへの対応を条項として盛り込んだという事例があります。一方的なセキュリティ対策を強要すると、独占禁止法の優越的地位の乱用に抵触する恐れがあります。反発を防ぐためにも、セキュリティ対策実施の必要性の説明や強化方法のすり合わせを入念に行いました。その結果、認識のずれの解消に成功しました。経営層としては、子会社や委託先のリスクを自社のリスクと捉え、遠慮せず徹底的に踏み込む姿勢を示すことが重要です。事例のように、子会社や委託先の経営層と意見交換を行い、理由に応じたサポートをしましょう。ポイント3、緊急時への事前の備え。緊急時の対策を実効性があるものとするために、子会社や委託先に対してどのような協力をする必要があるでしょうか。ある大手製造業では、自社グループ全体に適用される事業継続計画を含む規定類を制定し、これを取引のあるサプライヤー全体に対しても適用するよう交渉を行いました。また、各子会社や委託先の従業員への習熟を促すため、専用の問い合わせ窓口の設立、インシデント対応の合同訓練を実施するなどのサポートをすることで、サプライチェーン全体の習熟度を向上させました。その結果、あるサプライヤーがランサムウェアに感染した際も、事業継続計画に基づき、自主的なネットワーク切断やシステム停止などの被害の拡大防止策を迅速に実行し、事業への影響を局所化することができました。この事例では、被害発生時の迅速な対処に成功しましたが、現場での初動対応を誤ると、甚大な事業への影響やサービスの停止、それによる顧客の信頼低下につながりかねません。子会社や委託先に対し、改めてサイバーセキュリティ対策の重要性を説くとともに、サポート整備や定期的なトレーニングを実施するよう検討されてみてはいかがでしょう。いかがでしたか？それでは最後に本講座のポイントをまとめます。近年、企業とそのサプライチェーンを狙ったサイバー攻撃の事例が増加しており、自社が被害を受けるだけではなく、他社に対して加害者となってしまうリスクがあります。このようなリスクへ対処する際のポイントは3つ。それは、脆弱な箇所の把握、共同体制の構築、緊急時への事前の備えです。経営層の立場では、自社に最適なリスク評価の枠組みを迅速に整備すること、子会社や委託先の経営層と意見交換をし、理由に応じたサポートを行う。子会社や委託先に対してのサポート整備やトレーニングの実施が肝要です。これらの対処を実施することで、事業継続に関わる重大なリスクを軽減するのみならず、万一の場合にも被害を最小化することにもつながります。